中国に狙われる尖閣諸島周辺の警備を強化するため、新たな大型巡視船として、八重山と波照間を石垣海上保安部に配備したとの情報をキャッチしました。今回は、新たな大型巡視船2隻を投入したことによって変化した尖閣警護について詳しく見ていきましょう。尖閣諸島周辺の海上警備を強化する新計画発動したみたいです。2024年2月22日、ジャパンマリンユナイテッド、JMU 横浜事業所磯子工場で偽装工事が進められていた3500トン級の巡視船、八重山と、三菱重工マリタイムシステムズ多摩の本社工場で、同じく偽装工事が進められていた1500トン級巡視船、波照間の2隻の最新大型巡視船が海上保安庁に引き渡された。この両艦とも、中国との領有権争いで緊張が高まりつつある沖縄県の尖閣諸島をはじめとする先島諸島を管轄している海上保安部第11管区の石垣海上保安部の配属となった。これら2隻の巡視船配置によってこれまで石垣海上保安部に配備されていた巡視船イラブとハテルマはそれぞれ異例の船名変更となり、イラブは2024年1月19日付で伊万里となって佐賀県の海上保安部第7管区の唐津海上保安部に、波照間は2023年12月15日付で大雪となって、北海道の海上保安部第1管区の紋別海上保安部に配属が変更となっていた。石垣海上保安部に配属となった2隻の巡視船はヘリコプターを搭載していないものの、発着艦を可能とする飛行甲板が備えられており、ヘリコプターに対して、電源や燃料などの補給もできるため、長期間の任務にも対応可能な大型巡視船である。ここ数年の八重山は、尖閣諸島に、ほぼ毎日のように出没して、不当な領海侵犯を繰り返している中国海峡局の艦艇が大型。して武装も強化されていることを受けて、災害発生時の対応能力の向上だけでなく、警備体制の強化を目的に計画された、宮古型巡視船の3番船である。建造費約140億円をかけて作られた八重山は、相当数約3500トン、全長約117 m、最大幅約 14.8 m となっていて、ヘリコプターを搭載しない BLQ の中では、最大の規模を誇り、最大速力は25ノット、約 46.3km、H 以上を発揮し、兵装としては、スウェーデンのボフォース社製70口径 40mm 単装機関砲が2機搭載されている。宮古型巡視船については、領海警備を目的とする汎用の巡視船として設計されており、船型には排水量型が採用され、船橋区画を拡大した上でヘリテレ、船テレ装置などが装備されて、磁気統制能力が強化されているほか、尖閣諸島などでの警備行動が長期化することを見越して、清水、食料などを十分に搭載できるスペースが確保された。さらに、宮古型巡視船と同時期に建造されたヘリコプター搭載巡視船と同様に、居住区画における騒音行動が厳密に守られており、船員に対する防音に配慮されているほか、居住区や各装置の配置や政府材の活用などによって、居住性の向上を図られていることも、長期間勤務の快適化につなげている。また、新たに生まれた方の波照間は、国頭型巡視船の22番船として建造された八重山と同じく BL に分類されており、全長約 96.0m、最大幅約 11.5m、相当数は約1500トン、最大速力25ノット以上、兵装に 30mm 単装機銃1機を備えていて、八重山より一回り小さいが、船体後部にはヘリコプター用の飛行甲板が設置されており、停船命令等表示装置、遠隔監視と小装置、遠隔放水銃なども備えられている大型巡視船である。沖縄本島から西に約 410km の東シナ海にある尖閣諸島は、魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島、沖ノ北岩、沖ノ南岩、飛瀬など7つの島からなり、現在は無人島ではあるが、かつては、日本人居住者もいた日本固有の領土であるものの、中国本土から約 330km、台湾からも約 170km と近いことから、中国は
まだしも、親日の台湾についても領有権を主張している現状だ。その両国のうち、中国が尖閣諸島の領有権を主張し始めたのは1970年代からだが、これは1969年に国連アジア極東経済委員会が尖閣周辺海域に石油や天然ガスなどが埋蔵されている可能性を発表したことを発端にして、中国海峡局の艦艇が尖閣諸島の接続水域内に侵入してくるようになったと言っても過言ではない。そして、2023年には海峡局の艦艇が尖閣諸島周辺で確認されたのが通算で352日となり、2012年に日本政府が尖閣諸島を国有化した以降で見てみると、年間最多だった2022年の336日を上回り、過去最多の回数を更新し、昨年の中国海峡局艦艇の延べの席数も1287席となって記録更新を伸ばしていた。さらに、尖閣諸島の領海内へ侵入した日数も、2023年1年間で42日にも上り、2008年12月に中国海峡局艦艇が初めて領海侵入して以来から考えると、2013年の54日に次ぐ過去2番目となり、その席数においても、2013年の188席に次ぐ129席で過去2番目となった。この中国側の不当な動きを受けた尖閣諸島担当の石垣海上保安部は、尖閣領海警備専従部隊を編成して、約700名の隊員と大型巡視船13隻を有する国内最大の艦区として、尖閣諸島を含む先島諸島周辺海域の警備に携わっている。しかし、同海上保安部に所属する巡視船のほとんどが1000から1500トン級であり、長期間、尖閣諸島周辺で待機することができず、短いサイクルでの出港と帰港を繰り返すしかなかった。故に、石垣海上保安部では、700名を4チームで分けて編成し、ヘリ搭載巡視船1隻と、1000から1500トン級巡視船1から2隻で、1チームとして組み、魚釣島周辺と魚釣島北側海域及び魚釣島の北東 70km にある大正島周辺の3カ所に3チームが警戒任務につき、残りの1チームは休養と訓練のために待機するといったローテーションで、米海軍が戦略原子力潜水艦の運用などで採用しているスコードロン方式のシステムで対応している。それでも近年の中国海峡局は海軍から払い下げられた水上戦闘艦を配備するなどして、艦艇の大型化と攻撃力の増強をしており、石垣保安部の主力である、1000から1500トン級巡視船の2倍以上の3000トン級以上の大型艦艇複数を尖閣諸島周辺に張り付かせるほどの脅威となった。最近では、海峡2901などと記された巡洋艦クラスの1万トン級の大型艦を2隻も保有し、これら2隻には76M 砲とみられる主砲が搭載されていて、海上保安庁の1000から1500トン級巡視船では対抗できないほどの強い兵器であることが確認された。そのため、海上保安庁では、石垣海上保安部の隣の第10管区鹿児島海上保安部に、6000トン級のヘリコプター搭載型巡視船6隻を配備し、尖閣諸島周辺領海の警備体制を強化させている。そのうちの1隻、弓張は、ヘリコプター搭載型巡視船、巡航型の3番艦であり、2023年11月30日に海上保安庁に就役した概要で、長期間の任務に対応可能な最新鋭の大型巡視船である。船体は、総トン数6742トン、全長約140メートル、最大幅 16.5 メートルの規模であり、遠隔操作が可能な放水銃や遠隔監視と小装置に、赤外線操作監視装置など最新の機器が装備されて、ユーロコプター EC-225 シュペルピューマムキータス2機を搭載ヘリコプターとして運用し、武装には、70口径 40mm 単装機関砲1機と 20mm 多方新機関砲2機が装備されている。しかしながら、
これだけの武装では、海峡局の1億トン級の大きさで 76mm 砲が搭載されている艦艇と対峙して砲撃戦となった場合、対抗できず撃沈される可能性が高いと言われている。また、中国は2020年11月の全国人民代表大会において、新たな海峡法を発表し、自国領海内での中国公船の武器使用を認めることにした。つまり、勝手に自国の領土と主張する尖閣諸島において、中国の公船が海上保安庁巡視船のみならず、日本の民間漁船に対して発砲することを微塵も咎めなくてよくなったと言っていいでしょう。2023年1月12日付、鹿児島の南日本新聞社が航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載しました。森林伐採や造成が進み、作業用らしき羊舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型船用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということでした。道東における基地建設が本格的に進められていると伝えています。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定しました。それに合わせて、道東に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したのです。馬毛島は、大隅諸島に属し、ロケット発射基地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2km で、周囲 16.5km、島のほとんどが、低地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査では、かつて馬毛島を所有していたダストンエアポート社、当時は、馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたので、その時は有人島扱いになっていたようです。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたのです。その後、2010年、平成22年に、防衛省が、馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく、上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも、災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案。種子島などにでは地元説明会を開いていました。しかし、馬毛島では、2011年、平成23年に、馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生。その他にも、滑走路建設などが原因の数々のトラブルも発生しました。そのせいで計画が危ぶまれていましたが、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として2+2の公文書に表記。2018年には防衛省が馬毛島を海自空自領守る隊の拠点として活用する方針を発表。2019年タストンエアポート社との間で売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけです。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から1月12日までの1年で、建物や施設も増えたので、まるで基地のための町が出現したようだと言っています。馬毛島の中央部には、建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用とみられる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、
基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは、痕跡すらも全く認められなかったということです。防衛省の計画では基地滑走路は2本。島の北北西から南南東にかけての長さ 2450m の死滑走路と 1830m の横風用滑走路です。この2本がくの字の形に交わるように設計されていて、滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっていますが、現時点では全体像はまだ認められません。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に、3本の桟橋など、艦船係留施設の設置が予定されています。こういった桟橋は、現在、空母化改修工事が進められて、いる出雲、潟越艦、基準排水量 19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸、入港を可能にするものです。係留施設として、桟橋のほか、防波堤や消波ひさげなども建設される予定です。馬毛島に、大量の、物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は、沖合1300メートルまで伸ばす予定ということです。馬毛島基地のイメージ図には、滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための、関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が描かれています。他にも、基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空企画納庫に、燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されています。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のため、年間数ヶ月は、横須賀に寄港することになっています。その間、艦載機パイロットは、空母からの離発着ができません。その代わりというか、アメリカ海軍では、パイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているので、平時においては、おおむね、年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常です。訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているそうです。この FCLP は、空母が出航する直前に集中して行われています。陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すものですが、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できますね。日本での FCLP は、当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が、厚木基地を陸上基地にしていたので、横田基地なども併用して実施されていましたが、両基地とも、市街地が近くにあるので、騒音問題が絶えませんでした。それで、1991年、平成3年8月からは、横須賀から、南に遠く離れた小笠原諸島の洋島基地で実施されるようになっていたのです。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km です。長距離飛行のせいで、パイロットは疲労するし、航空機は疲弊。大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として。2017年、平成29年に空母艦載機が山口県岩国基地に移転してから、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。でも、アメリカ軍の経費って日本も分担させられているんですよね。太平洋戦争激戦地だった洋島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発なので、その点の不安も理由にされているのでしょう。アメリカ海軍は、岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているそうです。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明しています。馬毛島を管轄する種子島の西之表市では、2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるようです。ただし、西の表市議会は自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示しています。今後については、
市長と反対派市議の動きが注目されているのですが、種子島島の3市町村のうち、西の表紙以外の中種町と南種町では、町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているそうです。防衛省は、海上、航空、陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での訓練を計画し、常に、150から200名の隊員を駐在させる予定にしています。種子島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになります。馬毛島島内には、施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は、種子島宿舎から、定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているのです。ということは、過疎が進む種子島で、1000人近くの若い世代人口が増えることになるので、地元では、地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られます。さらに、基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるので、種子島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもいるとか。反対の声が一部にあるとはいえ、種子島島民の総意としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているようです。